ジグザグの仕組みだけを使った簡単なポップアップカードの作り方です。さらに簡単に作れるように型紙を作ってみました。この型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。仕組みは1枚から2つ分取れます。これでワンセットです。仕組みを太い線で切り取ったら折り目に筋を入れて山折り谷折りにして、こんな風にジグザグにします。それを台紙の上に記号が合うように置いていくと飛び出す仕組みの出来上がりです。一旦これを外して台紙に模様をつけていきます。ここでは型紙とタンポを使ってみます。波形に切った紙を置いてタンポをしていくと、こんな波模様ができます。砂浜の部分は色を変えてみました。飛び出す仕組みの方は波型に切って、裏表にタンポで色をつけておきました。これを先ほどの台紙に貼り付けていきます。きちんと半分に折りたためることを確かめていってください。これで仕組みの完成です。次にここに貼る絵を描いていきます。絵を切り取って仕組みに貼り付ければ出来上がりです。練習用に作ったミニカードを貼り付けることもできます。この白い面にも同じように模様をつけておきましょう。お好みでいろいろなカードを作ってみてください。この仕組みはとても簡単です。作り方を覚えれば、型紙がなくても自分だけのオリジナルカードを作ることができます。